中部電力と子会社の中部電力ミライズは、大口のガスの供給をめぐり、東方ガスとともに談合を行っていたとして、今年3月、公正取引委員会から合わせて2600万円余りの課長金の納付を命じられました。中部電力は社長をはじめ関係者十数人への聞き取りを進めていましたが、販売担当だった元取締役の清水重信氏について、 受注調整を認識しながら是正しなかったとして課長金に加え顧客への損害賠償金など合わせておよそ7000万円の賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こすと発表しました中部電力はコンプライアンスのさらなる徹底に努めてまいりますとコメントしています